議事王は、九だらの第31代最後の王で、名縄議事。第30代の武王の着難である。母は不詳。旧当女高層本義などには、不要議事として現れる。彼を最後に九だらは滅亡したため、送りなされず、み名のまま、議事王と呼ばれる。コ栗と共同し、白木を攻めていたが、逆に、当、白木同盟を成立させてしまい、660年に、 うに滅ぼされた。孔、大、高志、縁、豊、イサムの六人の王子の名が確認できるほか、諸子四十一人がいた。幼い頃から父母を非常に敬って、兄弟と親しく過ごしたから親民らが彼を、海藤祖子と呼んで少々をした。また、大使の名前を、孔と付けたほど親孝行を強調した。六百三十二年に大使に立てられ、六百四十一年に、 先代の武王の死により即位し、党からは柱国、大邦軍王、下ら王に封ぜられた。議事王は即位すると、直ちに貴族中心の政治運営体制に改革を行った。642年に、異母帝の行儀とその母妹女子4人を含んだ、光明人氏40人を島で放築した。すると貴族らの権力が弱化されて王権が強化された。 しかし王権強化のための議事王の極端な措置のため、王族と貴族の間に対立が深刻になって、くだらし配送の分裂が発生するようになった。またこの頃は日本に朝貢もしており、王子保将王と前行王を人質として和国に滞在させていた。642年7月に単独で、白木に申請し、ザルなど40条余りを下した。八月には、将軍の院中に、 兵一万を引きさせて派遣し、広屋城を攻撃した。この攻撃は、大正に終わり、降伏してきた城主を、祭祀ともども残守し、男女千人を捕虜とし、九だの西部に移住させた。また643年に連にク栗と同盟して、白木の東工場を奪おうとしたが、白木が塔に救援を求めたため、白木攻撃は中止することとなった。この間も塔に対して、 情報を続けており、白木を国際的に孤立させて追い詰めようとしていたところが、白木と唐との接触を招くこととなった。この時、唐からは、くだら、白木の両国に対して和平を進めた。しかしこの後も644年から649年にかけて、白木との間に激しく戦争が行われた。はじめこそ一心一体であったが、徐々に、 金油神の率いる白木軍に対して敗戦気味となり、649年8月に洞察場付近で大敗した。651年に党に長考した折には、構想から白木との和睦を進める辞称を送られたが、その後も白木との争いは止まらず、655年にはこう送り、末活と組んで白木の30条を奪っている。しかしこの頃から、 連戦連勝で凶慢になった、議事王は主職に走り、すでに調整を顧り見なかったという。また、これを厳しくいさめた、左兵の重忠を投獄したため、この後還元する者はいなくなった。660年、党の構想は見事と利りをして、蘇帝法に大軍13万を率いて回路より進ませ、白木の武列王、金油信の軍5万と連合して、九だを攻めることとなった。 くだらの側では迎撃と領状とで意見が分かれたが、白江に引き込んで迎撃することしたが、結果として大敗を続けた。当白木軍が首都の市場まで迫ると、議事王は一旦大使と共に北方へ逃れた。この時に王の第二子の大が自ら王を名乗って市場を固守。 したが、大使のこの文子が高氏に相談して、当軍が去ったとしても自立した大に外せられることを恐れて投降した。これを見た、大も会場して投降し、逃げ延びていた、議事王も、諸女を挙げて降伏し、ここにくだらは滅んだ。議事王は、捕虜として、祭司と共に、長安に送られた。660年11月1日、洛陽に滞在中だった、つもり吉祥 生き地広のりら日本の剣道士一行が捕虜となった義事王楽だらの王族、貴族の50人が護送されるのを目撃している。義事王は同年のうちに塔で病死したとされるため、それから年末までの2ヶ月間に死亡したと推測される。金紫光禄大部栄異教の釈号を送られた。現在の楽陽しかその近くに葬られた。また、高市には、 つかさかきょうの釈号が送られた。2000年になって国くだらの地で、くだら王の両母とされる三笹山里子奮軍に付け足して、義事王の仮墓が作られた。くだら滅亡後、この一人法将が和国の軍事援助を受け、復興戦争を行うが、白隙の絵の戦いで大敗して、失敗に終わった。また当は、くだら丘領を、勇神と特府を置いて、 厳しとしたが、く田雷民を威ぶするため、665年、議事の王子の不与氏を、有心と督、く、田だ軍校、有心同窓官兼馬官同安部大使として、旧く田ら王城の有心城に入れ、その統治に当たった。その後、白木の勢力が強くなり、都督府は、撤退を余儀なくされた。高の地は、 白木渤海末カに分割され、くだらの影響は、朝鮮半島から完全に消滅する。六百七十七年2月、党は、冬高氏の宝石を、かつてのくだら国王と同じ高録大部、大乗院外境有心と徳、大砲軍王に格上げし、有心と徳府を回復しようとしたが、すでに、くだら給料は、白木料となっており、高市は、 有心城に帰ることができなかった。682年、高氏は落葉に没し、保国大将軍の釈号を追蔵された。武則天が高氏の孫の風与計に英遠鏡を授けて大宝軍号に封じたが、給料の回復は全くできず、子孫も断絶した。1920年、風与高氏の母子が落陽で出土し、中国製史や三国式等には記載されていない。 高氏の経歴や借号、生没年などが判明した。王妃は、恩いにしえという女性。この一人、善光の子孫は、くだ王の子勢を賜り、日本の貴族として続いた。皇、太、高氏、縁、皇宗、イサムの子孫は、王の子勢、来週王子として続いた。旧当女列伝三十四流人気伝に、不予勇者、不予高行を弟となり、是自総在和国。 も、ためふよとよゆきおうを、こじんきひょことの、とある。三国式くだら本に、議事王十七年春正月上、拝み王諸子四十一人伊佐兵、各玉物職有。放築された王族行儀と和国に、人質として送られた王子法相を同一人物とする、西本正宏、鈴木康市民らの見解があるなど同年七月から八月に、 かけてのくだらの戦勝と白木の塔への救援について、三国式くだら本義では、議事王三年とするが、三国式白木本義では、全徳城を十一年とする。また、旧当女くだら伝も、上岸十六年としている。三国式くだら本義、議事王二十年上のこの記事では、王と共に、北方へ逃れた大使を行としているが、同王四年上には高氏を大使としたという記事が、 見られる。旧東女や日本初期にも大使の名は高氏としている。倉本和弘、戦争の日本古代史、講談社2017年、114から115ページ。倉本和弘、戦争の日本古代史、講談社2017年、115ページ。ありがとうございます。